野茂英雄や一郎などメジャーで大成功したパイオニアたちのおかげで、これまでたくさんの日本人が海を渡りました。でも世界最高峰のメジャーリーグとなると全く活躍できずに終わった選手もいるのです。今回はメジャー挑戦に失敗してしまった日本人を紹介していきましょう。中島博幸。一人目は西武ライオンズからオークランドアスレチックスに移籍した中島博幸選手。2000年にドラフト5位でライオンズに入団した中島。入団当初のライオンズには松井稼頭央がいましたが、2004年に松井がメジャーへ挑戦したのをきっかけに中島はショートにコンバートされます。レギュラーに定着をして着実に実力をつけていき、2009年に行われた WBC ではチームトップの打率を残して日本の2連覇に貢献するまでになりました。そして2013年、中島は海外 FA 権を行使して憧れのメジャーリーグに挑戦します。契約内容は総額650万ドルの2年契約プラス出来高というもので、当時日本人内野手としては超大型契約でした。契約通り大活躍が期待されていた中島でしたが、球団の期待を大きく裏切ることになってしまいます。中島の不振はアメリカに渡った直後から始まりました。1年目のオープン戦からノーヒットが続き、久々にヒットを打ったかと思えば直後に左足を負傷。故障者リスト入りしたまま開幕を迎えて、この年は一度もメジャーに上がれずにシーズンを終えてしまったのです。その分マイナーリーグで活躍していればよかったものの、マイナーの成績も十分とは言えず、チームの平均を下回る成績ばかりでした。2年目こそなんとか巻き返そうと頑張りましたが、マイナーリーグの環境にすら適応することができず、なんと2年目もメジャーに昇格することはできなかったのです。するとこの年のオフに事実上の戦力外通告に。そして中島のメジャー挑戦は2年目で出場ゼロという悲惨な形で幕を閉じることになりました。当時アスレチックスの GM だったビリー・ビーンは中島について、大失敗だった、大金を積めばいい選手が取れるという考えは浅はかだったと厳しいコメントを残しています。またビーンは中島の獲得によって日本メディアからの放映権やグッズ収入なども期待していましたが、その目論見も外れてしまう結果に。彼は温厚な人物として知られていますが、中島の話になるといつも不機嫌になるため、周囲は中島の話はできないほどだったようです。そんな中島は日本球界に復帰し、今も現役を続けています。日本の一流選手でもメジャーで通用しないなんて、メジャーの内野手のレベルの高さがわかる例だと言えるでしょう。山口俊。続いては2020年に読売ジャイアンツからトロントブルージェイズに移籍した山口俊投手です。山口は横浜時代には抑えや先発として活躍し、いわゆる暗黒時代のベイスターズを支えました。その後 FA 権を行使して巨人に移籍すると、2018年にノーヒットノーランを達成。2019年には最多勝利、最多奪三振、最高勝率に輝いてベストナインも獲得するなど、日本を代表するピッチャーになります。そんな山口は2019年のオフにポスティングシステムを利用してブルージェイズに2年総額635万ドルで移籍。日本球界を代表するピッチャーとして大きな期待を背負ってメジャーに移籍しましたが、彼もまた残念な成績で終えることとなったのです。オープン戦では先発5番手の座を争っていました。しかしすぐに結果を出すことができず、リリーフに回ります。そして迎えたメジャー初登板は1点リードの10回裏の場面でした。踏ん張れば勝利となる場面でしたが、山口はなんと逆転サヨナラ2点タイムリーを浴びてしまったのです。幸先の悪いスタートではありましたが、まだ初めての登板。信頼を取り戻すチャンスはまだ残されていました。ところがその3日後、またもや延長10回から登板しましたが、今度は4失点を喫してしまい、再び負け投手になってしまったのです。立て続けの乱調とあって、試合後にはファンたちから批判が殺到。ツイッターも大炎上となり、本拠地を置くカナダでは旬山口がトレンドで1位になるほどでした。その後活躍した時もありましたが、最終的には2勝4敗防御率 8.06 という成績でメジャー1年目を終えることに。2年目にはサンフランシスコジャイアンツと契約し、なんとか再起を図りたいところでしたが、開幕はマイナーで迎えることになり、そのままメジャーに上がれないままシーズン途中の6月に自由契約となりました。自身の SNS では、夢を追ってメジャーに挑戦しましたが力及ばず、シーズン途中での帰国となりますと発信。日本でタイトルを獲得して最高の状態で挑戦したわけですから、その悔しさは相当なものだったと言えるでしょう。
その後は2021年のシーズン途中から古巣の巨人に復帰、防御率は 3.56 を記録し、急な移籍ながらまずまずの成績を残すことができました。メジャー挑戦は悔しい結果に終わりましたが、その悔しさをバネにまた日本で頑張ってほしいですね。福森和夫。次にご紹介するのは2008年からメジャーに移籍した福森和夫選手です。ドラフト3位で横浜に入団し、その後はトレードで楽天に移籍、主に中継ぎや抑えとして活躍しました。オールスターに選出されるなど、日本でもトップクラスのピッチャーに成長した2007年のオフ、福森はメジャーへの挑戦を決断。そして2年400万ドルでレンジャーズと契約をしました。福森は開幕して早速メジャーデビューを果たします。ところが初めての登板で1回も持たず3失点をする残念な結果に。そして開幕して間もない4月13日にマイナーへと降格になってしまいました。その後再びメジャーで登板する機会を与えられたものの、十分な活躍ができずマイナー行きとなり、なんと5月11日にはメジャー契約を解除される結果となったのです。メジャーでは4試合に登板して防御率 20.25 と残念すぎる結果に。マイナーでも結果を残せず防御率 5.48 の成績でした。このような成績で福森自身も限界を感じたのか、翌年には日本でのプレーを希望し、2009年のシーズン途中からは古巣の楽天に復帰をします。日本に戻ってからは防御率 2.18 の成績を残し、球団創設以来初のクライマックスシリーズ進出に大きく貢献しました。中村典弘。最後は2005年にロサンゼルスドジャースに移籍した中村典弘選手です。中村は近鉄4番のバッターとして活躍。2001年にはホームラン46本132打点の大活躍で近鉄最後の優勝に貢献した素晴らしいバッターでした。そんな中村は近鉄球団が消滅した2005年の2月、ポスティングシステムによりドジャースとマイナー契約をします。オープン戦では打率2割9分5厘、チームトップタイのホームラン3本の成績を残してアピールしますが、ピッチャーを多めに登録したいチームの方針もあって開幕はマイナーで迎えることになりました。開幕こそメジャーで迎えられなかったものの、4月に入り待望のメジャー昇格を果たします。日本のように持ち前のパワーを生かしたバッティングに期待が集まりましたが、メジャーの壁はかなり高いものでした。メジャー17試合での打率は1割2分8厘、得意のホームランに関してはなんと1本も打てない結果となり、1ヶ月後にはマイナーへ降格となってしまったのです。マイナーリーグでは101試合に出場して打率2割4分9厘、ホームラン22本などそこそこの結果は残しましたが、守備ではチーム最多の20失策を記録。結局メジャーへの復帰はできないままシーズンを終えて日本に帰ることになりました。日本屈指のホームランバッターがこのような結果に終わったことは、メジャーリーグのパワーの違いを浮き彫りにする結果に。そう考えるとホームランダービーを独走していた大谷がいかに異次元だったのかお分かりいただけることでしょう。ちなみに中村はこの結果がかなり悔しかったのか、自身の記録を日米通算で数えることを嫌がり、2000本安打のセレモニーは日米通算ではなく日本だけの記録で達成した時に行われています。そんな中村は今年からドラゴンズのコーチに就任、指導者としての活躍をぜひ期待しましょう。今回はメジャー挑戦で失敗した日本人を紹介してきました。日本でトップクラスの選手でも活躍できないメジャーリーグ、今年から挑戦する鈴木誠也は活躍できるのか、ぜひ応援したいですね。他にもメジャー挑戦で失敗してしまった日本人のエピソードを知っていたら、ぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。